じゃあ、すいません。ご参加されている皆様に申し訳ないんですが、マイクの方ミュートにだけしていただけますとありがたいです。はい。すいません。長さん、ふに僕で、オンにしていきたいと思います。私、ライターをしている、キム・ジェウォンと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じおゃあ、はい。じゃあ、なんか、願いいたします。軽く自己紹介していきますか。はい。あ、じゃあ、最後にふみさんということで、まずは、僕からで。東京でサラリーマンをやっている在日コリアンの張と申します。なんか、この度、たまたま、本当に超偶然ご縁があって、ご協力をさせていただく運びになりましたが、そんな大したことはしてないです。よろしくお願いします。お願いよろししくまお願いします。す。張さんはもともとあれですよね。スナック社会科のインメイツの上映の時に、僕もジェオンさんもお会いして、で、その時に、そうですね。お坊さんが出しているジンを持ってきてくださったのが、きっかけでした。そう、同房ですね、同房。その同房の、あ、まあ、なんでもないし、言っちゃいけないかもし言っれてないくかだら、さやめとこう。い、言ってください、言ってください。いいっすよ、いいっいや、すよ。その同房の編集者が、聞いてくれているという感じですね、僕の友人は。そうなんですね。すいません、ありがとうございます。でも、がっつり。はい。で、ジオンさんもちょっと説明差し上げますと、いいっすか、ありがとうはい、もちろんです。ジオンさんっていうのは、まあ、ライターをやられていまして、で、そうですね。映画の書評を書いたりとか、あと、高麗博物館に寄稿されたりとか、まあ、普段の仕事を持ちながら二足のわらじでやられてるんですけども、まあ、もともとというと、僕が、まあ、川崎南部で生まれ育った、通ってた教会の同じ部の仲間っていうかですね。はい。まあ、腐れ縁というか、いや、本当に。そんな感じで。はい。まあ、20年ぐらいですね、もそうなんです。で、なんはか、い。ちょっとずつ、僕たちあの場所で育ったけど、外で活躍してって、また、なんか、やろうかみたいな感じになっそうでたんすですね。ね。合流みたいな感じになりましたね。こういう感じになりました。まあ、僕たちのストありーリーがは、とうございおいまおす。い、この回を続けていけば分かっていくと思いますので、ちょっと、はい。みんなにね、ちょっとずつ分かるようになっていきます。はい。はい。じゃあ、ふにくん。はい。ありがとうございます。ラッパー詩人のフニーと言います。今回は生き延びるための音楽、変わるためのヒップホップっていうものを、スナック社会科の里巻先輩に背中を押していただいて、はい、スタートすることになりました。はい、一番最初にね、ちょっとコメントくださった、大袈裟太郎、スナック先輩ですね。沖縄に今活躍している大袈裟太郎大先輩も、あれ、スナック社会科だったのかな、里巻さんの企画で、そうですね、再開することになって、はい、今日はリスナーで来てくださってるけども、皆さん、どんどん絡んでくれたら嬉しいと思います。はい。はい。で、もう一人、我々をいつもサポートしてくださってる里巻さんなんですが、はい。がちょっと怪我をしてしまいまして、で、今日は見学ということで、チャットの方では今、ちょこちょこコメントしてくれているので、チャットの方でいろいろ参加してくれております。という、一応4人ですね。4人で、やっていきたいと思うんですが、この企画は今、画面共有で出ているんですが、9月15日金曜日、来週の金曜日ですね、ネキとロフト横浜で、開催されるフニプレゼンツ、生き延びるための音楽、変わるためのヒップホップという企画で、集まって、今日はその、まあ、なんていうんですか、前座じゃないですけれども、少しどんな企画なのかとか、まあ、割とフリーな感じでいろいろ、最近思っていることとか話していけたらいいかなと思います。なので、そんな感じでいいですかね。もちろんです。ありがとうごよろざいしくお願いします。大丈夫です。一応、
チャット欄は空いてますので、皆さんマイクだけオフにしていただいて、ただ何か言いたいこととか、いろいろ私たち間違えることもあるので、それは違うんじゃないかとかあれば、もうガンガンコメント欄に、思っていることとか意見とか、感想言ってもらえればいいので、よろしくお願いします。ただ、1点だけ共有していきたいのが、セーファースペースの話いきますね。お願いしま一す。応、グランドルールっていうものを我々の方で、今日も含め当日ですね。今日当日で、皆さんに参加してくださる方には守っていただきたいと思っています。ちょっと今画面共有も出します。出せますか？お願いありしがとまうごす。ざいます。はい。出ましたかね。出てる。出てません。ちょっと待ってくださいね。うわ、いや、これ、本当、目かけガチ弱。もう、なんだ。これで、今出しますね。すいません。お願いします。はい、すいませんでした。はい。こういう。あれ、出てる？あ、出た。お、出てます。はい。何点かちょっと長くなりますが、読み上げます。ここお願いしにま上す。下関係はありません。ここに上下関係はありません。人を上に見ることも下に見ることもやめましょう。また、相手を威圧、怖がらせるような言葉遣いや態度はやめましょう。2点目、他人をジャッジしない。人それぞれの考え方があります。他者を尊重しましょう。3点目、マンスプですね。マンスプレーニング禁止。音楽が主なテーマですが、好みも、その深度も範囲も人それぞれです。また、音楽以外の歴史認識や社会認識においても同じです。自分の正解や解釈を押し付けないようにしましょう。次、差別禁止。あからさまな差別発言じゃなくても、マイクロアグレッションや、内なる差別意識が出てしまうことがあります。そういう時はお互い注意し合い、指摘されたらまず相手の言うことを聞くようにしましょう。見た目で人を判断しない、ルーツ、ジェンダー、障害、などなど、人は見た目でわかりません。また、いきなりそれらに立ち入る質問や会話をすることも失礼なので気をつけましょう。セクハラ禁止。性加害行為だけでなく、性的な発言、相手の望ましい行為、を寄せる発言も、望まない行為を寄せる発言も、セクシャルハラスメントに当たります。お酒が入る場なので気をつけましょう。当日ですね。写真撮影、SNS 等への、アップは、当日、ふにくんのライブがありますので、そこでは OK ですと。その際、他の方の顔が入らないように気をつけてください。この回もそうですし、当日もご感想はいくらでも SNS に上げてください。ハッシュタグは、シャープ生き延びるための音楽、変わるためのヒップホップ。会場参加者の方のコメントなどはその人が特定されない形で上げてください。上記、グランドルールについては、皆様にお願いするだけじゃなく、出演者、企画者、スタッフともども気をつけていきます。ということで、何か違和感を感じた場合は、もう、なんなりとご遠慮なく、我々もしくは、主催、佐藤真希さんだったり私でもいいので言ってくださいということです。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。皆様といようころしくと、お願いいたします。お願いします。ます。ということを守りつつ、いろいろだべってやっていければなって、いろいろフリーで話していければっていうふうに思うんですが、どうですかね。まず、ふにくん、いろいろとお疲れ様でしたっていう感じですね。ここす、いち、ちょっとね、なんか大すご変だっくたんじゃおない忙かなっしい。て。いえ、皆さんの方が絶対大変だと思っております。いや、もうマジで。謙遜かなんら。か、9月1日、僕もいたんですけれども、プロセスとレイブがあったりと、それだけじゃなくて、本当にいろんな催しがあって、ふにさんもかなりがっつり参加をされていたと思うんですけど、ちょっとその時の話とか。そうでそうです。すね。1日当日、やっぱりちょっとインメイツとか、に少し絡んだ話にはなりますけど、どうでしたか？大変、あの日も朝から大変だったと思うんですけど。そうですね。実はもう僕的には本当に 記憶がほぼないわけじゃないんですけども、めちゃくちゃ疲れたなっていう感じでして、いや、そうだよね。そうなんですよ。朝からもう夜までずっと出ずっぱりだったので、
なんなら、客観的に張さん、いつ頃から参加されてどうだったのか聞いてみたいなと思ってまして。僕はプロテクトレイルが始まる直前に来られまして、で、その後、ビラを巻きながら、ちょっといろんな方とお話をしていたっていうような感じで、その後、ふにさんの、パフォーマンスが始まって、あれはもうめちゃくちゃぶち上がりました。僕最高もでした。あんなことが自分にできるなんて俺信じらんねえよみたいな感じに 自分で なりまして、そうなんいでや、す。アリランを流してくださってる DJ の方がいて、はい。歌えるって思って僕も熱唱してましいや、なんか熱唱しちゃいましたね、アリランね。た。なんか実は、BTS のアリランみたいそう、BTS バージョンがあって、実は DJ 田坂さんっていう、だいたい20年ほど前に、エクスタシー温泉っていう、ラップで言うとね、アルファっていうラップグループがいたんですよ。多分ね、ファンキーグラマー系っていうか、ちょっとね、テクノっぽいラップ。坪井さんとかそう、かな、坪井さんとかアルね。ファって。うそうそう。で、多分ね、今の若い子たち絶対アルファ知らないんだけど、アルファの田坂さんだったの、DJ。そういうこそうと、だったの。DJ 戦って。マそうジ？なんだ。そう。で、俺、全然わかんなくって、なんか、こう、サイドキックとして入ったんだけど、DJ 田坂で盛り上がれみたいなこと、一言も言えずに、なんか、ほうとかしか言ってなかった気がするんですけど、BTS のアリランっていうのは、実は8月の24日から28日までの4泊5日間、韓国に僕と飯山さんが行ってて、ここでのその1923ミュージアムっていう、そのレセプションパーティーっていうか、そこで、まあ、インメイツの上映だったラップを披露してきたんだけど、その一番プログラムの最後に、要はね、マダンみたいになって、みんなで、シュッシュポッポみたいな感じで電車みたいになって、で、最後抱き合輪にうなみってたね。いに、そう、最後なんか、この4泊5日のプログラム、すげえきつかったね、みたいな感じで抱き合うんだけど、そうすると自然と涙が出てくるみたいな感じになって、で、飯山さんと、これ絶対プロテストレイブでやりたいですねって話になって、ああ、なる本当にほど。使われた曲が BTS のアリランだったんですよ。で、そう、これを絶対やりたいっていうことになったんだけど、やっぱそのプロテストレイブってこう何人もね、運営もいるし、アーティストもいるから、なかなか当選取れなかった割には、2、3日前にこれやりたいって連絡入れたんで、結構みんな難しいんじゃないかって感じだったんだけど、あとその BTS 自体もオフィシャルでアリラン出してるわけじゃなくて、この音ええ。あ、そうなんですね。使うと多分違法になっちゃうから難しいみたいな話になって、その BTS のアーミーっていうのが、そのアーミーの中でサウンドクラウドとかで上げてる人いないかなとか、そういう動きになって、出さったんだと思う。で、しかもね、終わった後に田坂さんから、実は俺のこの後の在日コリアンで、俺、つまり、まあ、ダブルなんだけど、子供がねって。で、今、自分で、すごく、こういった問題について考えたいと思ってたけど、なかなか難しくてみたいなことを言ってくださって、そこから高さんとのこうやり取りがちょっとできていて、こう、なんかでも、張さん、今後ゃあちょっと一緒 DJ にやりましょうみたい高。な話になったんですよ。そうですよね、なってますよね。うん、ちょっとなんかタッグ、面白いなになってましたもんね。よかったです。自分がすごく印象に残ってるのが、ちょっと端っこの方で休憩してたら、神戸から来たっていう、ピアスめっちゃついてるお兄ちゃんが話しかけてきてくれて、自分は、トランス結構好きで、いろいろ東京のいろんな箱を回ってみてるんだけど、その中でも今日が一番最高だったと。で、ラップやってる人とイベントやるんですよ、つったら、あの人最高だねって言ってましたよ。なんか、特になんか多分歴史とか、在日コリアンのいろんな問題であったりとかに関心があるっていう人ではなかったとは思うんですけど、そういうところで
まあ、つながっていくのも面白いなって思って、あ、こういう層にもやっぱりプロテストレイブっていう形、まあ、あと音楽っていうものによってこう広がりが出ていくんだなと。とても嬉しい意見を拾ってくれてたんですいやね。ー、本当に現場の人の空気が伝わってきますね、なんか。なんか、俺とか本当ヒップホップ業界で絶対生きていけないとか、音楽業界で絶対生きていけないと思ったんで、したったり、現代アートだったり、いろんなことにこう身を振ってきたのに、あの人のミュージック最高ですねなんて言われたら、いやー、回り道した甲斐があったぜって感じですね。これはね、本当嬉しいな。ちなみに、遠隔で金沢にいらっしゃるジェオンさん、まあ、チェッチは、オンラインとかで見たんですか？僕は動画いろいろ追ったりしてました、一応。その日。で、まあ、デモの様子見させてもらったりとか、もう至る、やっぱもうあれですよね。普通にツイートを眺めてるだけで、ふにくんの写真が流れてくるみたいな。割とだから今僕書かせてもらってるノーバディとかでも、書いてくださって、書いてる人とかが行ってたりとか現場に行ってて、今まあ実験部との申し入れ中ですみたいなところの写真の目の前に来るみたいな感じだったりとか、割となんか面白いつながりがやっぱあるなとか、意識持って行ってくれてる人はいるんだなみたいなので、ちょっと嬉しかったけどね、自分が行けない分。そうね。なんか自で、分の。まあ、ああいうね、で、やっぱライブとか、ああいうプロテストフェイブとか見てると、普通にやっぱ羨ましいよね。ねえ、ああいうものっていうのがね、やっぱ石川県ってめちゃくちゃ保守的なので、やっぱああいうことをやっている現場があるんだっていうのは、でもまあね、それがなければ、ね、やらなければ、なんていうんですか、やらなくていいのが一番なんだけど、ね、そういう現場があるっていうのはある意味で希望だなとか思って、なんか若い人がやっぱ多かったんですか？あれってどんなくんらでいすのよ。年齢層の空間だったのか。いろんな方がいらっしゃったと思いますね。幅広く。でもね、本当最後のプロなんテスかやっトぱそれもいいっすよね。ライブ。いろんな幅がいたし、でもね、やっぱり若い方はね、いつもシンポジウムとか、そのアカデミアでやることが多いんで、そういったところに比べると圧倒的に若い人が多くて、で、そんなの全然わかんないけど楽しいみたいな感じがすごいあったっていうか、すごい良かったなって思うっすね。それもまたいいっすよね。扱ってる話というか、起こってる出来事だけを見ると、ものすごいひどいことが起こってて、そうですね。もう何も、なんだろう、本当に考えれば考えるほど気が滅入るばかりなんですけど、ああいう場で、やっぱりね、ちょっと楽し、なんだろうな、すごい変な言い方なんですけど、楽しかったんですよね、自分。ああいう場で、ああいう形で、集まることもできるっていうのは、ちょっと、やっぱり力になりましたね。そうでいや、す調ね。査もね、楽しかったっすね。なんか自分も本当辛い現場が多くて、真面目な話することもめちゃくちゃ多かったんですけど、そうなのよ。今プロテストネイブの田坂さんと一緒にやった時はね、結構悪い言葉いっぱい使って、特に、コリアンでね、よく、ティオバラシバイとか、ティオバラってのは、飛んでみろとかね、あとシバイ、この野郎とかっていうことなんだけど、コリキエリコぶっ飛ばすぞとかっていうことも言ってるけど、なんか言ってましこう、たね。そういうのを言いたくてね、真面目に言っても無理だから、もっと攻撃力のある言葉を使いたくて。あと、ふにさんが言っていた、俺たちは大丈夫だっていうのがすごいジーンときちゃって。そうね。あれいや、もね、嬉しいって思って。やっぱね、自分もあれ、家に帰って見返したりしたんですよ。そうした時にね、ちょっと本当に自分自身に涙ぐんじゃったりして、てか、あのね、あの日やっぱ寝れなかったんですよ、僕。
相当アドレナリンとかエンドルフィンとか脳内麻薬が出すぎちゃって、で、あ、こんな感じに多分キング牧師とかマルコムとかニーナ・シモンとかアンジェラ・デイビスとかなってたんだろうなみたいな、なんかもう、うん、興奮が止められなくなっちゃって、なんかもう一回あのポリタス TV とかでおさらいしてみようとかって見たりしたんですけど、なんかやっぱ自分を見てて、そう、しかもなんか自分のリリックの中でそのこれはフットに居場所のないよそ者たちのストーリー、誰も描けない君はかけがえのない一人っていうリリックを言うシーンがあって、うん、それはあの、うん、ポリタス TV の、 あの画面に向かって指さして自分が言ってるのを自分に食らって、そこでちょっと号泣をしてしまってね、おめえ、こんなラッパー待ってたよみたいな感じで朝から家のリビングで一人で叫んでるみたいな状態になって、なんかほんとふに投げる戦いあったなみたいな、みんなこいつらもバカにしてたのに今お前すげえこと言ってんぞみたいな気持ちにちょっとなりました。いや本当に良かったです。いやなんか自分でも今日ね、ネタバレになっちゃうから当日何の話をするのかとかあんまり、ね、あのどの楽曲を取り上げるのかってあんまり言わない方がいいのかなって言ってるのであれなんですけど、あの他にもねやっぱそういう音楽たちの話ができればなっていうような、うん、いや本当に、でも今現実の世界どこもかしこもひどいことが起こってるわけですもんね。この東京都庁関東大震災の大虐殺100年とかじゃなくね、ジャニーズのこともひどいし、いやそうっすよね、いや本当ヘルジャパンですよ、うん、どうしようかねと、うん、いやもういね、これはちょっと当日言及する曲の一つを言っちゃうけど、本当に生きてるだけで状態異常って感じですよね、うん、もう一回言ってもう一回言ってゴリゴリヘッドポイントが出てる、生きてるだけ、生きてるだけで状態異常っていう感じで、うーん、あ、ズームギャルズの、はい、ですね、ですね、うん、ですね、あ、そういえば昨日波知恵さんとも、うん、あのレコーディング一緒になりました、いや、ほんお前に熱かったよね、なんかみたいなねもういや、めちゃくちゃ苦ね、お前にがもともと僕ってあの彼女あの26歳に今年になるんですって言ってたんだけど、20歳ぐらいの時にあの言論カフェって僕行ってて、あずまの、はいはいはい、ああはいはいはい、そう行ってた、言論カフェに行った時があって、磯部さんと KW 社員と、あ、なんかヒップホップは今何を語ってるのかみたいな会が6年ほど前にあってで、そう、まだ KW 社員がその時期っていうかね、でその時に波知恵さんも二十歳ぐらいだったのにそこにいたんですよ。で、なんかそこで、話すようになって連絡先交換して、あれあの子オーマニガスとか出してる、あ、めっちゃ有名になってってるって言って、そしたら磯部さんに早くフィーチャリングしないともうできなくなるんですよ、彼女とはって言われて、もう全然できなくなってるんですけれども、なんかの縁で、まあ、昨日は一緒のフィーチャリングじゃないけど、同じレコーディングの現場にいたっていう感じなんですけど、なんか。あ、じゃあ同じ曲じゃないんだ。そう、あのね。あ、ダースさんの同じ曲っていうわけじゃない。そうなんですよ。まあ、ダースさんと僕は、あの、イムジン川を、はいはいはい、はい。ソガベケイチさんが歌うみたいなものに、ラップで入ってくれみたいな。すごくない？すごくない？太陽光のスタパパパーンっていう花咲さんの方にが毎回デモ来てくださってて、そのデモで、はい、ぜひ国さん出てくださいっていうつながりだったので、そうそうそう、で、あの木曽我部さんとかで、そのなんだったっけ、セーラー服と月経みたいな曲があるみたいで、波知恵さんがやるっていうことで、うん、今年の11月に、まあ、11曲入りぐらいの、あのアルバムが出せればなっていうことの中で呼ばれていったって感じなんですけど、すごい、だからまあなんか、ね、まさか、いやなんかそうだよね、なんかそういうそれってやっぱりイメージが、うん、ねえ、なんていうの、なんかやっぱりね、上映されないっていう風なことが続く中で、やっぱ、ね、朝鮮人虐殺の追悼文とかが
まあ、100年でも送られないみたいな、めちゃくちゃしんどい中でも、なんかそういうつながりができていくっていうのも、なんか、また不思議というかね、いや、なん本当にというね、か、ここで言うなんか複雑な反面ね、うん、そう、なんかね、実はやっぱりこれもまあ受け売りかもしれないけど、韓国ですげえ勉強してきて、つまりそのちょっとアナーキーみたいな言い方になっちゃうけど、国家っていうものができて、やっぱ数百年しか経ってないし、国って何なのって気持ちになってますし、で、当時100年前のやっぱこの日本の状態もどうだったかっていうと、日本が民主主義だっていうことで、韓国から結構留学生が来てたりしてて、で、その民主主義だみたいな気持ちの日本の人たちと韓国の人たちは結構連帯してね、いい感じのこうムーブメントができてたんですよね、民間レベルでは、民主主義では。それはやっぱり日清戦争とか日露戦争とか米騒動とか、だから本当米がないから日本の人も米くれっつって暴動を起こしてるぐらいの時期だった。3次独立戦争とか運動とかが来ると、いや俺たち本当やられちまってるから団結しようぜみたいな機運が出ちゃってね、それをやっぱ国家っていうのは管理しなきゃいけないから、管理するには戦わせて分断させるのが一番なんで、デマを流したり、いわゆる、まあ、関東大震災の大虐殺っていうのは、いわゆる内戦みたいな形になって、本当は内戦みたいなことなんだけど、だから当時は本当は日本だろうが韓国だろうが大変だよって人たちは一緒に団結してなんかムーブメントを起こしそうだったんだよね。はい。それを一気に壊されたっていうことで、だからダンスさんとかナムチエさんとか俺とか、そのスパパパママンの人たちってのは特に国とか属性を超えて今やばいから連帯するかみたいなことはやっぱ当然起きることなんですよね。だから手触りのある言葉で言うと、やっぱそういうことは今プロテストレイブとかでも起きてて、これを、ね、はい、どう持っていくかっていうところがポイントになってくるんですけどね。いや、うん、そうですね。なんだろうな、大震災の、記憶っていうもの自体も、やっぱそういうつながりの中で、国家の大きいストーリー、大きいナラティブとは別のところで、語り継がれて、できて、でそれを集めたりとか研究する人っていうのも現れてっていう感じで、なんだろうな、大きいストーリーじゃなくてそれに対抗するストーリーとして語られてきたから、今まだかろうじて残っている、これだけ国家が圧殺しようとしてきているのにっていう、歴史をなんか最近強く感じていて、そういう、なんだろうな、一人一人のけど、ストーリー、物語っていうのをやっぱちゃんと語るっていうのは大事なことなんだなっていう、アホみたいに考えてるんですけれども、なんか、国さんのそのパフォーマンスっていうのも、そういう一つの、なんだろう、オルタナティブな物語の一つだったなっていう感じがしてます、9月1日のプロテストライブにおける。ありがとうございます。そういうものをもっとつないで、でかいものを対抗していきたいな。やっぱり張さんがおっしゃることっていうのはめちゃくちゃなんかその通りだと思ってて、それこそまた現場でも話せればと思うけど、ふにくんがやってるそういうラップのワークショップっていうのはまさにやっぱ一人一人のストーリーを拾っていくみたいなことをもうもろに、もう完全にそれに特化してやってるっていう意味では、やっぱりね、なんか今回ふにくんがみんなの前に立ってやってたことと、やっぱり地続きなんだろうなっていうのは今の調査の話からも感じますよね。やっぱふにくんが大事にしてるであろうことが、やっぱこうやって見に来てる人に伝わってるっていうのは、なんていうんですか、身を伴ってるっていう感じはめちゃくちゃするよね。そうですね、やっぱ自分一人一人のストーリーを語るっていうこと以外、やっぱり今のこの顔なしみたいな、大きいストーリーにつながりてみたいな、自分の顔を隠してなんかこう乗っかっていくみたいなストーリーを打開するには、それしかない気がしていて、で、まあ、それに国ってのは十分余計なもんだと思ってて、まあ、例えば、裸足のゲンの中岡ゲンが、非国民だっていうふうにみんなに言われてたけど、非国民でいいんだよと思うし、自分のストーリーを語っていくんだっていうことにやっぱ、
ね、ヒップホップを使ってほしいなって言った時に、相手を攻撃してる場合じゃねえよ兄弟姉妹と思っちゃうから、バトルとか、ね、うん、それそう、ラップワークショップをして、みんな自分思ってることは思ってるんで、それを口に出せるような形にするには、やっぱね、みんなが言ってるから僕も言えるんだっていう状況に持っていかなきゃいけないなって気持ちですね。うん、でもやっぱ現実の社会とか会社で働いてると、もうやっぱね、やっぱ無理じゃない、そうやってね、なんか自分を出す、やっぱね、現実社会は個性を潰すことを要請してくるので、私たち。ね、まあ、そうですね。うん、そう、ブルース。そういう意味では、なんか、そうそう、そういう場をやっぱ、ふみくんが作っていくっていうのは、非常に、うん、有意義だし、やっぱそれは多分現実社会の中でかなり求められてるから、なんか今めっちゃ需要もあるんだろうなって感じるしね。やっぱいや、確かにね、俺もやっぱ仕事、普段営業の仕事してるんで、めちゃくちゃそこは、本当のことはやっぱ言えないですね。でもなんか、それも、まあ生活していくのはしょうがないなと思うとこあるけど、やっぱ本音を言える場所は欲しいなっていうかね。まあ、そうだよね。うん、全てね、そこはあってもいいかなと思うっていうかね。そんな気持ちですね。まあまあ、そんなこんなで、ね、なんか9月1日の話でもう30分以上話せる。30分以上話せる。感じですけど、まあ無理やり接合すると、そういう場にね、今度のイベントもしましょうという。はい。っていう感じで、当日の、9月15日は、一応イベントの形としては我々含め、それぞれが、まあ、生き延びるための音楽っていうテーマでいろいろ音楽をチョイス、音楽をチョイスして、で、それに踏まえた話をさせていただくみたいなことをやらせていただくんですが、うん、ぜひ、まあ、今聞いてらっしゃる方も、フォームの方とかで、今、あなたの生き延びるための音楽は何ですかっていうのも聞いてますので、そっちの方にいろいろ回答してもらったらなっていうふうには思います。うん、もしよかったら、あれですかね、うん、里巻さん、リンクを貼ったりとかってできますかね、チャットに。もしできそうだったら、お願いします。まあ、最悪、まあ、これ終わった後、また X の方で。そうですね。X のね、X の方で、はい、うん。そうですね。ちなみに、どうします、うん、こう3分ぐらいで、一旦今日は終わっていきましょうか。それとも、5分ぐらい休憩してもう一回リンクを作って40分ぐらいやるか、悩みどこですね。悩みどこですね。どうしますか、チョウさん、どうしますかね。もう一発いってもいいですよ、全然。あ、そうです。まあ、さとまき先輩どうでしょうか。あ、お答えくださいました。チャットで参加中のさとまきさんも。確かにな、これでなんか、なし崩し的に終わるっていうよりは、5分ぐらい休憩してリンクを作ってもう一回やってみようかって感じしましょうか。そう、すいません、聞いてらっしゃる方、我々無料でやってるので、無料のズームのリンクでやってるので、一応無料の範囲で、どこまで遊べるかっていう、いや本当ヒップホップの、ね、考え方は、はい、無料のフォーマットでどこまでギリギリアウトなことができるかみたいな感じですね。なので、これは一旦40分で切れてしまうんですが、ちょっとまあ、どうしましょうかね、うん、大丈夫ですよっておっしゃってるので、里巻さんも。あ、本当ですか。じゃあ、もう少し、はい、当日の話みたいなのしてみますか。そうですね、一旦切って、5分後ぐらいに、少しリンクの方をまた、うん、皆さん分かりますかね、我々、フンリー君と私の X に貼ります。うん、で、マストドンからいらっしゃってる方は、チョウさんと里巻さんのリンクに貼ります、リンクを。はい、なので、またそこで飛んできてもらって、再集合するっていう、まあ、バラバラになってまた、集まってっていう、はい、形で、緩い連帯をという形でいきたいと思います。まあ、トイレ休憩とか飲み物持ってきてくださいみたいな気持ちで。はい。じゃあ、45分後。なので、45分に会います、ね。はい。じゃあ、作ります。はい、また。じゃあまた会います。お願いします。はい。OK ですね。じゃあ続きを。はい。はい、じゃあまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。
で、まあ、どうぞ。チェッチェが書いてくれあた、あ、はいはいはい。リード文なんかも、ぜひとっても素敵なんで、ありがとうございます。読んだ方がいいかななんて思ってます。これって今画面共有されてますか？されてます。あ、じゃあ、これ、あ、僕、チェッチェに読ますのも野暮なんで、ジェオンさんに読ますのも野暮なんいいっで、す僕か？が呼びますいいっね。すか？ はい。ありがとうございます。はい。では読ませていただきます。ラッパー、詩人のフニによる生き延びるための音楽、変わるためのヒップホップがスタート。1973年にニューヨークのブロンクスで誕生したヒップホップは、今年で50周年を迎えた。貧困にあえぐアフリカ系アメリカ人を中心として生まれたこの文化は、海を越え世界中に広がった。近年、日本でも再びヒップホップブームが訪れ、若者を中心に広く受け入れられるようになった。その結果、ヒップホップはエンターテインメント化し、数字を稼ぐための道具として使われることも増えてきている。一方、日本社会では未だに排外主義がはびこり、力強さを増している。過酷な現実を生き抜くためのヒップホップは、我々が生きる、この日本社会においてどう呼応するのか、今一度問い直してみたい。音楽を通して私たちは分断を乗り越え、ヘイトに抗い、社会を、そして私たち自身を変えられるだろうか。各々の語りから見えてくる日本社会の現実から、音楽とともに生き延びる方法を模索していくという素晴らしいデート文を書いてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。こちらこそそんな言っていただいて。これ、どれくらいかかったんですか、書くのに。これは、まあ、あれですね、打ち合わせ して、で、うん、まあ、我らの監督、里巻さんから、ちょっとリード文書いてくれっていうふうなことを言われて、うん、次の日、あれなんか、僕まだ仕事休みで、その時。うん、で、朝、次の日の朝、子供と遊びながら、子供がシルバニアファミリーやってる横で、ちょっとダラダラ寝転がりながら書いてっていう感じでしたね。寝転がってる文章じゃないべ、これ。いや、寝転がられながら書いてるとは思えない。いやいや、なんかね、ちょうどぎっくり腰になってて、これ寝なきゃやべえみたいな感じになりながらやってた文章ですね。まあ、そうだね。なんというか、まあ、せっかくいらっしゃって、ね、そんなたくさんじゃないですけど、いらっしゃってくれてる人にはちょっと裏話的なあれかもしれない。もともと、まあ、ふにくんが企画をやるっていうことで、うん、いいですかね、なんか、当初の話みたいなしても。もちろん、もちろん、何でもしてください。まあ、なんか、一番最初、まあ、ふにくんは、その、まあ、あれですよね、うん、ブラックムービーをみんなで見たいんだっていうようなことを言って、ているのが最初だったっていう風に聞いてます。で、うん、まあ、それを見てみんなでいろいろ共有できたらっていう風な、イベントをしたいっていう話をしている中で、やっぱり僕がこの文章を書くに至るのは、やっぱりフニクがその話の中でやっていくうちに、やっぱりその今都庁のリレートークとかやっている中で、うん、X 上で炎上するっていう、うん、事件が起きた。っていうところですよね。で、多分、ふにくんもかなり疲弊してたと思うんですよね。まあ、読まないようにしてたとはいえ、多分炎上してることは全然知ってるし、みたいな。で、だけど全部 RT してましたね、ふにさん。うん。あ、そうそう、リツイートしてね。さらしてね。で、まあ、それがあったときに、やっぱ、ふにくん、もう一回打ち合わせしたときに、やっぱりその、路線変更したいっていう話が、若干出てきたっていうタイミングがあって、でそれはもうちょっと、うん、もうちょっと学術的な方向で、なんかヘイトについて、うん、まあ、ちょっとゲストを呼んで、専門的な知識を含めてアカデミアっぽい、雰囲気も入れつつみたいなところがやっぱ出てきたっていうのが、うん、実は裏にあって、そう、ね、まあ、やっぱヘイトのやっぱあれを見てると、まあそうなるでしょっていう、うん、あのしんどさだったりとか、うん、で、やっぱり不安、やっぱりね、あんな見えない人間だ、見えない人たちにネット上で叩かれてるっていうのは、相当精神すり減らす、それこそメンタルヘルスの、ね、うん、もう
完全にやばくなるでしょうみたいな感じの状況だの中で、まあ本当に我々含めてね、里巻さんとかも、いや、やっぱりでも当初のもので行こうよみたいな話になった時に、うんうん、やっぱりじゃあ、あえてここでヒップホップだったり音楽にまた焦点を合わすなら、じゃあ何が我々今、ヘイトの対象にされてる人がいますとか、で、私もとか調査も含めて、普通にマジで行きづらいですみたいな感じの人たちが、じゃあ、里巻さんもね、ね、いろいろ仕事の中でもいろいろあったりとかしつつ、じゃあ、音楽っていうのが私たちの生きている中でどういうふうに、いや、なんていうかね、あんまりいい方じゃないかもしれないけど、再解釈を素人なりにできるのか、みたいなところですよね。だから、あんまりそんな敷居も上げたくないしっていうところありますよね。そういう意味で、なんか、少しみんなで、本当にフラットに考えれる場を作りたいな、みたいな思いで書かせていただきました。このヒップホップはエンターテイメント化し、数字を稼ぐための道具として使われてる一方でっていうところも、やっぱり自分としては思うところがあって、我々が今回扱う曲の中に、ジョーイ・バッドアースの、ランド・オブ・ザ・フリーが入ってるんですけれども、あの曲ってもう曲の中でアメリカって言って、アメリカのC のところを K3 つにして、ね、アメリカ KKA ってなっていて、ね、クークラックスクラッ、まあ、それぐらいヒップホップっていうジャンルじゃんっていうのが僕の前提としてまずあるんですけど、それと、同じっていうか、それよりだいぶマイルドなことをフニさんは言ってるだけなのに、それにあんだけの反応、ですね。いや、まさに、なんて言ったらいいのか、もともとはね、本当に2パックが出てたジュースとか、で、あとは、まあ、デイブ・シャペールっていうスタンダップコメディアンのね、ブラックの、ブロックパーティーっていうね、ブルックリンとかの、ドキュメンタリー映画とか、もう本当に自分がブラックカルチャーからもらった生き延びる術みたいのをみんなに教えてーぜっていう気持ちで最初言ってたんですけど、でもそれって今でも時代で言うと、まあすごく男性的だし、女性全然いねえじゃんとか、なんなら日本から出てけよとかっていうふうに言ってる人は実はそういうヒップホップ出身だったりとか、すごくマッチョでね、力強いっていう男性みたいなものがヒップホップなんだったとしたら、僕もそこにいたけど、まあ、もう変わらなきゃいけないなっていうふうに思ってて、で、まあ、長さんとね、里巻さんが、まあ、鶴見に来てくださって、鶴見すごく日系とかね、南米とかね、沖縄とかね、いろんな移民の方がいるところでみんなで沖縄そばを食べながら、ちょっとでも自分は今までのヒップホップを押し通すつもりなくて変わりたいんですよね自分もみたいな話をしたときに、なんかやっぱり、ま、っていうのも僕マッチョのヒップホップからもうだいぶ前に降りちゃってるので、もうこれじゃあ日本のヒップホップやっていけないなと思ってるし、もっと言うとやっぱり日本でヒップホップってやってるけど、その大前提にその人種差別反対だっていうものが俺絶対根底にヒップホップあると思ってて、張さんが言った通り KKK とかね、そういうものが絶対あると思ってて、それなのにやっぱこう黎明期の日本とかってのはやっぱ割とコスプレのそのまんまアメリカのものを輸入したり、まあ昔はまあシマウマさんとかね、英語のリリックをその日本語に訳したりしてるだけの、なんか音楽がちょっと強制的に言うと大丈夫ですか？これはワンステコなの？なんだこれ？よし、そうだね、やっぱこっちのことだと思ってたわ。え、何これ？テロ攻撃受けてるんですか？
何が起こってるんですか、これは。画面共有されちゃってるな。この人かな。このいや、あんなんあるんすね。いや、びっくりした。いや、ちょっと、一瞬やっぱ焦りましたね。緊張するっていうか、ピリつくっていうね。本当ですよ。でも、ね、なんかこう、ネトウヨとかそういうことじゃなくて、まあ、ロシアとかウクライナとか、世界結構やべえなって感じを感じましたね。いや、本当にね。そうなんですね。そう、なんか、めっちゃリアルでしたね。いや、本当に怖かったもんね、普通に。ちょっと怖かった。ロッとしたよね。怖かった。そう、結構怖くはなかったけど、自分の中に敵が育っていくのを感じてしまいました、ね。いや、まあそんなこんなで、ちょっと嵐が入ってきて、バタバタしてしまいましたが、あ、また里巻さん出てきましたね。里巻さん、ちょっと不安定ですよね。で、まあ、何の話してましたっけ、うん、嵐が入ってくるの。嵐が入る前は、ふみさんが、マッチョな J ヒップホップを降りたくなった話。そうですね、うん。なんでマッチョ降りたのか。うん。あ、また来た。あ、里巻さん来ましたね。いや、また嵐っぽい。あ、じゃあ iPhone が来たね、iPhone。そう、iPhone。はい、ちょっと心配な iPhone がいるんですが。本当に iPhone であることを祈るっていう。この、すいません、iPhone さん、さっき、やばかったんで、最悪強制退出。チャットで大丈夫そうなら、はい、うん、iPhone さんも、なんか、ちょっとつぶやいてもらえれば。あ、そうだ。ライアンさんも。お話じゃないよ。あ、で、私たち以外はぜひマイクオフにしていただければと思います。来た、これやばいやつだ。また変なの書き始めたぞ。これ、早速、早速やっちゃってください。iPhone 削除させていただく。バイバイ。何が起こりましたか。違法。私たちのグランドルールを破ったので退出していただきました。それだけです。いやー、ほんと。いやー、やっぱ。でも退出させられました。やっぱこれだけで飛んでくるんですね。あ、すいません。皆さん、ちょっとさっきやってると、ちょっと嵐が入ってきまして、で、今回、今もやっぱりリンクを流すと、不特定な、ランダムに入ってくるのかなっていうので、少し、多分ネトウヨとは違うんですけど、愉快違反みたいなのが来るので、私たち、ちょっと技術を身につけたので、ふにくんが来たら退出させてくれると、はい、いうことで、行きたいと思います。で、まあ、なんでマッチョを降りたのかっていう話をしているところでした。はい。まあ、なんか、自分がやっぱり勇気づけられたのは、マッチョなヒップホップではあったんですけど、まあ、その最近は、そのマッチョなヒップホップの人たちが、さらにこう弱い人を叩いてるんじゃないかって気持ちになってきて、で、なんか自分も変わらなきゃいけないなっていうタイミングにすごく今時代で来てる気がしていて、で、その時に、なんて言ったかな、いや、俺は悪くねえよとか、謝りたくねえよとかっていうことよりは、やっぱり自分が変わりたいな、自分が良くないとこは変えていきたいなってやっぱ思ってるので、みんなに教えてもらいたいなと思ってて、俺はなんか、その銀行型の教育っていうのは、俺が持ってるからあげるねみたいな教育の仕方らしいんですけど、なんか、フレイレっていうブラジルのあの教育者が、はい、パウロ・フレイレ、はい。そうそうそう、ストリートで、ストリートチルドレンたちにこう、輪になって、みんなで教え合おうみたいなことをやってた人で、本当にすごくインスパイアを受けて、なんかこう、ストリートで、みんなで、こう知恵を出し合って乗り切った方がいいんじゃないかなって言った時に、まあずっと避けてたけど、まあ自分のまあ朝鮮文化の中にマダンっていうね、縁になってみんなでこう広場みたいな言い方もあったりしたので、あ、そういったものにつながっていくのかなみたいな気持ちになって、そういったイベントを
やってみたいなと思って、佐藤さんに相談したということなんですよね。そうやっぱラッ、なんか具体的にどのあたりから意識が変わったみたいなのってなんかもうちょっとあったりするんですか？もう具体的に言うと、もうチェッチも知ってるけど、元カノに振られてっていうか、そんなに。それこそやっぱり海外に行くその前直前みたいな。いやまさに何分なの、はい、海外行く直前っていうか、もう27歳から初めて通商名名乗り始めて、でその人としてはこう日本の会社の社長になるんだから日本人よりも日本人っぽくならないとみたいな、そういった気持ちになってった時に、的には外国人邪魔だなって考えちゃったんで、そういう感じが嫌で、なんかもう、でしかもそれを元カノはちゃんと振ってくれたっていうか、あんためちゃくちゃラップしてたのが怖かったっつって、ダサいよって言って振られたので、あもう日本にないって言って日本に出て、なんか次の新しい価値を探さないといけないなと思って7年間くらい放置したので、なんか当時僕1回か2回ぐらい遊び行かせてもらったのかな、あの西新宿のあそっかお家にそう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 来たか行ったりしたこともあって、でまあなんかやっぱギラギラしてたよね、今思い返すと。いや本当ね、なんかめっちゃなんかや僕からするとなんかね、僕はやっぱフニ君に対してちょっとなんか苦手意識とかあった時期も結構あったので、でしたちょっと怖いなみたいなとかねなんかで、なんかやっぱその時のタイミングかな、なんか自分の記憶の中でもなんかギラついたフニのを強く感じてたタイミングみたいな、なんか本当にラップじゃなくてそう仕事でやっていくんだっていう時に、多分一気に顔合わす機会が私たちのメンツたちとも減ってってみたいな、いや本当川崎って感じ、うん、っていう記憶はやっぱすごいあるよね。だから今逆に言うと僕がこうして一緒に絡んでるのは割と不思議っていうか、想像ができないですね。いや俺結構すごかったと思う、ピッチェにめっちゃひどかったと思う、なんか、いやなんかさ、みんなで遊んでる時もなんか要求したりしたと思うな、俺。なんか。いや、なんかね。いや、でもね、みんなひどかったけどね。そうそう。あれはみんなひどかったけども。みんなって全員最悪だったっていう。全員最悪だったけど。なんか、あれ、4万円かけたの、いまだに俺、本当に悪いなと思ってます。いや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 、なんかいろいろあったので。なんか本当に。そう。でも、なんか、でもそれってね、まさに東京都庁の隣のタワーマンションだったじゃん。ああそうだよね。そうなのよ。で、俺は東京都庁のニュースで映るときに、ね、あ、これ俺の家だよっつって、いつも俺のタワーマンションに映ってたんで、なんかこう、勘違いしてたっていうか、で、なんか、バカ高いとこが好きだし、なんか国籍とか世界平和とか KP でめっちゃ頑張ってたけど、なんか、そんなんやっても世界変わんないし、金持ってるやつがいれんだよみたいな気持ちになったときに、全振りで、金を稼ぐだけ。で行こうって思ったので、ね、面白いことに本当にダメになってくんですよね。いや本当に想像がつかないですそうなんですよ。で、すごいのはやっぱそこをめちゃくちゃダサいから別れるわっていうふうに振ってくれた人が本当にすごいと思ってて、確かにね。そうなのよ、めちゃくちゃ。だってやっぱそれがなかったのね、本当に。そう。なんなら、本当に変な話、その生き延びるための音楽、変わるためのヒップホップって言ってるけど、失恋って本当ね、結構きついんですよ、生き延びる。そう。なんかちゃんとしたマインドになれるまで、多分俺、7、8年かかってるから、8年付き合ってた分、7、8年かかったっていう。もう、どこ行ってもなんか、過去の思い出が押し寄せてきて、いやなんか未来に行けないのかな俺はみたいな気持ちに毎日思ってたんで、何年も。そうだから失恋ソングとかはね、確かに生き延びる音楽でもあるなと思ったり、ラブソングだけど、
個人的にね。いやでもね、いやでもまさになんかそういう話、ウニ君のなんかね話聞いてる、やっぱそもそもがやっぱ人生の中でやっぱヒップホップとかがやっぱ生き延びる術だったんだなっていうのは感じるよね、うん、そこからやっぱ海外にね放浪の旅に出てみたいなことしていく中で帰ってきて、でアルバムを作ってみたいな、やっぱアルバム聴いてるとね、やっぱその中で撮ってきたものっていうのがやっぱ散りばめられてるし、ありがとう。なんか本当にね、いや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 、でもなんかなんて言ったんだろうな、そのアルバムを実は本当に出そう、川崎2を絶対に出すんだっていう風に気持ちになれたのは、まあ、チェッチェとの出会いがあって、まあね、言っていいのかな、まあ、ここで言わない方がいいのかな。どうぞ、いや、全然どうぞどうぞ。本当ですか。あの、はい、まあ、チェッチェのお父さん、ジェオンさんのお父さん、僕の川崎教会の、あの、牧師をやってくださっていて、その、チェッチェのお父さんが、まあ、あの2019年に極端な選択をされたという、そうですね、自殺しちゃったんですね。そうなんですよね。で、それを、まあ、自分の在日大韓キリスト教会っていうコミュニティは、なんかこう、なかったことのように扱った気がしていて、なんかこう、それって、まあ、極端に言うと、この関東大震災大虐殺の加害の歴史にすごい似てるっていうか。なんかこう、起こったことをなかったかのように扱っていくっていう感じが、やっぱマイノリティだけど、マイノリティの中のマジョリティの人たちにもあるっていう感じがすごくして、絶対これ世に出してやるからなって気持ちになってですね。で、アルバムの一番最初は、そのジェオンさんのお父さんのお葬式の、っていう、しかもフューチャリング、ね、キングモクサニということを、ああ、そう、うちの父の名前がフィーチャリングされてるっていう、そう、勝手に本当に、まあ、でも許可はチェッチェには取ったけど、他のね、ご家族の方には事後報告になってしまったんだけど、はい、でも、大丈夫ですよ。なんか、そう、でもあのアルバムは全部通して、あ、これ多分数秒後にはなくなっちゃうんじゃないかなみたいな、あの、1年後にはこの風景なくなっちゃうんじゃないかなみたいな、その、でもなかったことにはさせないぜみたいな世界を旅してきた時、そういった景色を、まあ、皆さん文章とか写真とかで映像で残すんでしょうけど、まあラップで残さないとっていうふうに思った時に、やっぱマッチョなヒップホップで俺たちパワーがあるぜみたいなものっていうのは、声にならない声っていうものをそのリプレゼントしていくっていうか、その代表だっていうよりは代弁不可能だということをわきまえながら、でも誰かが言わないとっていう気持ちで残していくっていう人が必要なんじゃないかっていうことで、あの、感想を出させていただいて、そうで、個人的な話になっちゃうけど、その川崎2っていうのは、まあその中でとっても地元で一緒に育ったとっても偉大なラッパーがいて、ね、で、その彼のこともやっぱなかったことにはしたくないなっていうふうに思ってて、すごく上になってしまったんだけど、まあ、そういうのをこう、チェッチェに、これだったら傷つかない表現になってるかなとか、いろいろ、エグゼクティブプロデューサーとしてなってもらって、出したっていう流れですね。なので、まあ、ちょっと長くなっちゃったんですけど、なんか、その、シャンパンとか、女のケツ叩いてみたいな、その、お金持ちになろうみたいなヒップホップっていうよりは、やっぱりこう、なかったものだったり、ないがしろにされてしまったものを、あの、なかったかなと思ってました、うん。そうですね。本当に当日もやっぱりそのヒップホップにおける、やっぱまあ、N ワード問題とか、やっぱりその、ミソジニー的な問題っていうのは取り上げていきましょうっていうことは話もしているので、なんか現場でもいろいろ音楽聴きながらそういう話もできればいいなっていうふうには思いますよね。まあ、特に川崎2は本当に前編ね、そういう人の声をもうひたすらスキットでガンガン入れていくっていうのは、本当にその一瞬一瞬を切り取っても、もうめちゃくちゃパッケージしてやっていくっていう、はい、僕はなんかそれを骨を拾う作業っていうふうに表現させてもらったりもしましたが、なんかそういう意味では、やっぱりなんか僕はまあ半分ね、愚痴も含めて、その隠滅の問題とか都庁でやってることっていうのはもっと
今ね、やっぱりダースさんとか、ダースレーダーさんとかがね、アンテナ張ってくれたりもする一方で、本来ならもっとヒップホップの界隈が盛り上がらなきゃいけない問題だよなっていうのはやっぱり強く感じますね。いや、まさにね、ヒップホップの人たちがね、盛り上げてほしいなと思ったら、めっちゃ分断して暴力みたいなね、感じに今、なっていっちゃってる。そうですよね。で、まあ、ただ、日本のじゃあヒップホップが果たしてね、人種差別を受けた歴史をベースに形成されているかっていうと、そうじゃないっていう、プレイヤーとしてもそうじゃない人が増えているっていうところでね、やっぱりそこに連帯をするとか、そこの問題意識を共有できる人っていうのは、それこそ昨日の、ふにくんのメンバーじゃないけど、めちゃくちゃ限られているっていう、ね、ダース・レイダーさんだったり、ナミチエさんとかじゃないと、共有できないみたいな。本当、本当。救いでもあり、しんどさみたいなね。いや、本当にそう。去年10月に明治大学のそのイベントに、藤田さんっていう教授に呼んでいただいて、まあ、アッカゴリラさんと、はい、まあ、川端光栄さん、津田塾の教授と出たんですけど、そこで藤田さんが言ってたのは、やっぱ日本のヒップホップって結局、ブルジアのやつらがやってるだけじゃんみたいな。それに何の意味があるのみたいな話を言ってて、確かにボンボンの息子たちなんだよね、みんな。まあ、医者の息子だったり、でっかいホテルの息子だったり、母子家庭とか言ってるけど、どうなのみたいなところ、そういった時になんか、全然分かってねえなって思ってたんで、ずっと。そうだよね。そうなんだよ。だから、その人たちが今やっぱ日本のヒップホップを牛耳ってて、一丁、OK っていうふうに言ってるので、でも、それって、まあ、アメリカのヒップホップが流行ったのも同じ流れで、結局、はい、ソースマガジンってその白人の人たちが、はい、白人って一体何なんだみたいに言った時に、はい、雑誌で出したりとか、メディアに出したりとか、ビースティーボーイズやろうぜとかっていうふうに仕掛けていったので、同じ構造なんですよね。いや、本当にね。そう。でもなんか、俺としては、なんかこう、例えばスポーツに例えるんだとしたら、その、はい、オリンピック最悪じゃないですか。はい。最悪です。例えばスポーツの一個の極みがオリンピックだとするんだったら最悪じゃないですか、オリンピックって。そうだね。そう。だけど僕たちはそのコロナ禍で、リモートで在宅っていうふうに言われたときに、今まで、まあ、通勤とか散歩とか、そういったものだけでも動いてる歩いてるってすごく重要だったんだって言って、わーって最初1週間2週間ぐらいは家でリモートだぜって喜んでたけど、なんかちょっと歩きたいなとか、公園の鉄棒ぶら下がってみたいなとか、なんかこうスポーツっていうか、まあ、運動として価値がないのかって言ったら、とっても生きるためには重要だったっていうかね。はい、そう、だから、まあ、そういう生きるために本当に重要だったものが、なんか兄弟資本みたいなのに絡め取られていって、そうそうそう、だ結局スポーツやろうぜって言ったら全オリンピック目指さなきゃいけないってわけじゃねえだろうっていうか、その普通に健康に生きたい、健康に生きるために運動はするでしょうってところです。お、里巻さんが手を挙げてくださいました。はい、入ります。おお、復活。ちょっと喋りがだいぶ下手になっているんですけれども、顔面大丈夫、口がうまく開かなくて。ねえ、いや、今のなんかスポーツの話を聞いてて、うん、日本のラップと一緒だなって思ったんですけど、うん、日本の音楽って体育の授業の延長にあって、それがオリンピックに突き詰めると言っちゃうのかなっていう、まあ、あれはあれでマッチョな世界じゃないですか。ですね。うん、なんかもう野球部でケツバットやられて、それに耐えたものが上に上がれるみたいな。で、なんかそういうスタイルだけを J ヒップ、ヒップホップってなんか J ラップって継承しちゃってて、アベマで新しく始まった。なんかフリースタイルバトルみたいなのあるじゃないですか。うんうんうん。なんかやってるんですかね、今。FLS。あ、違う。あ、FSL。FSL。フリースタイルリーグ。知らなかった。やってるね。今、日本統一っていうのでやってますね。マジか。
あれが、なんかまさに、あの、体育会系のダメなところだけ継承しちゃってるっていう。今、FSL リーグは本当にね、そうですよね。なんかこう、口喧嘩に勝ったり、暴力性を出せるやつが勝ちとか、なんか、あれは本当ひどい。とりあえず、なんか、人を集めて、ラップじゃなくて、お前ら口喧嘩しろっていう、なんか、やばい。すげえな、みたいな。やばいよね。邪悪ですね。また、里巻さんが退出。あの里巻さんいなくなった。いや、僕いなくなるんですよ、里巻さんは。こうやって割とでも時間ってぼちぼちな感じなんですか？あ、どうなんでしょうね。まあ、スタートからすると。なんかこう、今参加してくださってる方で、なんかちょっと喋ってみたいななんて人っていらっしゃるんですね。なんかもし、もう人数も少なくなってきたので、なんかね、一緒に話お話できれば。あ、猫田コーヒーさんも。すいません、はい、なんかリンク入れなくて、ありがとうございます。ありがとうございました。ねえ。ありがとうございました。大げさパイセンとかどうですか？で、ギャッシュ振ってみたりしましたけど。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。いや、いや、なんかさっきの嵐騒動から、こう、なんていうか、はい、嫌な興奮が、こう、冷めないみたいな、そんな感じなんですよね。あ、そうですよね。そうそうそう。なんか、結構トラウマになりますね。結構怖いっす。いやなんか、あれってなんか、あれっすか、その、こっちのホスト権限的には、うんうんうん、なんか対処できるってことは分かったんですか？あ、やっと分かりました。すいません。ああ、そうなんですね。僕が疎くて分かってなかったっす。ああ、なんか、うん、そういうのも超えてなんかやってきたのかと思ったらめっちゃ怖いなと思って俺がもうあのもうダメ全部あの消すみたいなはいはいはいです、ね、なんか右翼とかまあそういう感じの人っていうよりはもしかしたらこうズームのリンクをネット上に上げちゃうと勝手に入ってくるようなものがあるのかなっていうのはなんとなく分かってきました。あもうなんか確かにそれ聞いたことあります。ああ、やっぱあるんですね。あるんだ。大げさパイセンとか最近どうお過ごしですか？ああ、どうすかね。最近は、うんうん。あ、そう、まあ、ちょっとその沖縄のドキュメンタリーを撮ろうかなと思って。いや、絶対見たいです。感じですね。そうですね。なんか、その大げさ先輩の、まあ、歩き続けろって曲もあったりするんですけど、はいはいはい、なんか日本でああいう、なんて言ったかな、コンシャスみたいなラップをやってる人ってやっぱかなり少ない気がして。少ないっすね。少ないっていうか、そう、さっきからずっと言ってるように、うん、なんかヒップホップ業界とももう一個違う業界みたいなのになっちゃうっていうか。あ、でも本当にそうですよね。うん、ねえ、だから俺とかフニとかはなんか、うん、モーメント君の曲で、ホームチョンっていう曲を取り上げようって話をしてるんですけど、そのリリックにも、うん、政治オタクだけがお前のリスナーっしょっていう、うん、なるほどね、政治オタクだけがお前のリスナーリスナーショット、うん、でもね、これは男たちの音楽なんだよって気づきます。なるほどね、うん、まさにその感じだよな。というね、でもやっぱりヒップホップ業界でもやっぱり分断は大きいですよね。そういうやっぱりバトル界隈、うん、大きくもう本当にざっくり分けちゃうんだろう、本当にバトル界隈と、うん、ね、いやなんか結構ヒップホップとして認められているものの中でも、うん、なんか表現としてこれ大丈夫なみたいなのめちゃくちゃあるじゃないですか。あるある。本当にありますね。エイウェチ聞いててもなんか大丈夫なのかなっていう感じがすごいあるじゃないですか。いや本当に。ですね。なんかね、その辺って。お検証されてないっていうかなっていう。猫田コーヒーさんから、大げささんお久しぶりです、歩き続けろ大好きですってやっぱ聞いてる人いますね。
でも最高にいいもんね。まあ、そう、まあ、そうそうそう。そう、まあ、PV もなくなっちゃったけど、なんか。問題あってね。そっか。てか、やっぱ政治的な方に行くと、うんうん、まあ、それは僕の個人的なあれで、うん、政治的な方からの、うん、まあ、あれで PV とかもなくなっちゃったみたいなのもあるから。いや、ほんと、真面目にくさそうですよね、あの、人間関係とか。そうなんですね。僕、何本か PV、うん、まあ、2本目かな、なんか、前のライブ撮ったやつの政治的な話で PV なくなってるんで。いや、いや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 、そうなんですよ。なんか、それ、まあ、それはヒップホップ、業界の話だし、うん、うん、まあ政治業界の話でも両方あんのかなっていうか、うん、どうなんでしょう、なんかね、うん、なんかでも似てる感じがするっていうか、政治もヒップホップもなんかすげえ嫌なおっさんが多い気がしますね。そうっすね。言うのもあれですけど、うん、いや本当にね、嫌なおっさんが多いなと、うん、いやなんか誰かの権利とか利権に紐づいてて、うん、あ、なるほどね、うん、なんかリベラルとかはヒップホップもそうだけど、うん、なんかそれがまあ国家権力とか巨大なものじゃないだけで、うん、はい、なんか結局どっちも、うん、なんか私腹を肥やしてるおじさんのとこになんかつながってるって感じはめちゃめちゃ切ないっすよね、うん、切ないっすよね。いや、あ、皆さん、あと10分ほどでこれが切れるので、まあ、なんか、でも、まさに自分も、あの、東京都庁の、あの、あるやつって、本当にどっちにも利用されてるなと思ってて、まさにどっち側の私腹を肥やしたい人に持ってかれんだろうなとは思ってるんですけど、やっぱこう、ヒップホップなんでギリギリ最後に笑うのは俺だねっていう隠し玉を、ギリギリ残しながらやるしかないかなっていうか、こう最後までやっぱ預けないですね、心は。なんかそう、まあ JG がね、そのヒップホップの要素の一つとして起業家タレみたいなことを言ってて、はいはい、言ってますよね。起業家ってことはやっぱ自分の、まあ、クオリティコントロールとかっていうことをちゃんとしなきゃいけないんですけど、最低僕できてないんですけど、ただまあいつもヘラヘラして、敵じゃないですっていう感じで見せといて、ただ最後に全部俺が持ってくからなって気持ちでも絶対ヘラヘラしながら裏でやってますね。そうだから、こうそう流れに身を任せなきゃいけない時もあるけど、でもちゃんと強く持っておかなきゃいけないものはありますね。そっか。いや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 。なるほど、ね。そうですね。いやでも確かにクソリアルな話聞いちゃったな今。いやなんか暗くなったかね。いややっぱしんどいよね。でもね、なんかこれまあ。変な話だけど、まあ、大げさ先輩とはね、まあ、俺はせい君っていう名前で、当時、あの大げさ先輩の久保井の又っていう名前で、はいはい、まあ、2007年の SSWS っていう、新宿スポーツマズスラムっていう、はいはい、まあ、言葉だけでバトする大会に出て、はい、そこで、こう、ね、そう、を作ってったんだけど、はい、懐かしすぎますね。はい、俺たちって言い方変ですけど、やっぱヒップホップ業界にヒップホップを訴えても何もしてくんないっていうのは、まあ、その在日コリアンコミュニティに在日コリアンを訴えても何もしてくんないのと一緒で、結局誰も助けてくんないんだよね。あの、いや本当にね、ホームでやってもね、だから私たちはもうそこに見切りをつけて、例えば在日コリアンコミュニティに僕は見切りをつけて、あの他のとこ、例えば日本社会でやるとすごい喜ばれたし、ヒップホップ業界に見切りをつけて、例えば現代アートとか、まあ、アカデミアとか大学とかでやるとすごく喜ばれたんで、まあ、勇気を持って今セーフティーエリアからちょっと出るしかないっていうことを続けていくと、最終的にこう逆輸入して戻ってこれるのかなとまだ思ってる最中
お前ら全員見とけよと思ってますね。なんかまあこんな話もあれだけど、その人気ラッパーみたいな感じで、あのアフターシックスジャンクションの歌さんの発言とか、はい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 、あの女性に虐殺にからのね、はい、そうで、まあ本音を言うと俺ずっと言ってんじゃねえかって思ったりもするんだけど、そうだよね。そうでもあのちゃんとねアフターシックスジャンクション聞いてみて、歌さんの聞くと、あこれはやっぱこの人にしか言ってもらえないような方法で伝えるのでやってくださってるなってことも思ったりしたんで、やっぱこう、うん、難しいとこですね。だから役割がみんなあるなとは思ってて、うん、僕の役割はそのとりあえず突き進むだけだなって感じですね、うんうん、まあでもある意味でああいう場でちゃんと言ってくれる人がいるっていうのはね、ちょっと安心ではあるっちゃあるんだけどね。そうそう、だからすごく、うん、あのあたすうん、まあ、内容聞いたらめちゃくちゃやっぱいいこと言ってて、そう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 、ね、あのあ すいませんでしたっていう気持ちになるっていうかね。いや本当に、うん、あ本当文字だけだとねイラッとしちゃうんだけど、俺もピンとくるみたいな気持ちなんだけど、いやいかんいかん、うん、それがいかんのよ、うん、フニ君というふうに一回あのコーヒーとか飲んでそうそうそう、そのふざけんなよみたいなのが昔ジェオンさんをいじめてたフニ君だと思いますんで。いや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 そのフニ君はもう一旦立ち止まって考える形になってますんで、すいませんでした、マジでいろいろ。いや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 、うん、あそうだ、という感じでね、うん、はい、里巻さんが改めてあのセーファースペースを作ろうっていうものをチャットで共有してくださってるので、そうですね、僕たちがやっぱ萎縮しないで発言できるためにやっぱあのみんなの、まあ、モラルですかね、そこをこうすり合わせていこうということで、あの里巻先輩に用意していただいたものになります。いや読み上げたのに嵐でみんな怖くなっていくっていう背筋凍りつくんやっべーって。でもなんか、いや本当にね、ということでね、本当あともう5分切っちゃったんですけども、そうですね、でもなんか、はい、なので、ね、また、うん、そうですね、またなんかもう1回ぐらいどっかタイミング合えば、うん、直前にでも、でね、はい、やってあの共有できればと、いろんなね当日に向けてのあの音楽もお待ちしておりますので、僕もなんかあの大げささん、多分僕別のアカウントをフォローしていただいて、さっきあの僕の方もフォローしてくださったんですけど、多分僕のなんかブログやってる方のアカウントをいつもフォローしてくれて、時々いいねいただくので、あ、マジですか。はい、そうなんですよ。なんか変なあのブログ書いてるあれなんですけど、なんか世の中の不満をギャーギャー言ってるあれなので、また後でそのご挨拶させていただきます。あ、わかりました。はい、すみません。はい、ちょっと見守らせてください、今後も。はい。大げさパイさん、このジェオンさんっていうのは、あの、川崎2のエグゼクティブプロデューサーなので、すべての、あの、方向性を彼が決めてくださったんです。いや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 、そんなに。彼のお父さんの自殺した葬式から、あの、アルバムを作るのか。が、息子なんです。そうっすよね。自殺した僕。はい。はい。ということで、そんな感じで。まあ、そんな感じで、はい。はい、あとね、当日は、あの、スペシャルメニューが、あの用意されましてですね。そうですね。うん、調査何でしたっけ？あ、ちょっと小声で話すか。そうですね。あの妻氏が今寝てるので起こさないようにせねばあかんのですけど、テスっていう韓国の、梨のコンポートみたいなやつですね。うんうん、あのすっきりするいいドリンクだと思うので、なんか当日もしかしたら俺が作るんですか？今の打ち合わせの流れだと。もしかしたら僕が手作りしたものを皆さんが飲むかもしれません。いいですね。ペスっていう、そのペってのが梨って意味ですよね。梨のドリンクになりますね。で、ペってのは似たものっていうぐらいに意味みたいですね。あ、そうなるほど。あと、あの、里巻さんがもしかしたら、あの、またメニューを考える。そうですね。里巻さんがメニューと里巻さんちょっと怪我されてるので、募金箱を。そう、当日設置するので、うんうん、もし会場に来られる方いましたら、ぜひ、うん、里巻さんに募金の方を、ちょっと本当にあの怪我されてお仕事に行けなかったりもしているので、うん、あの、うん、ちょっとご支援よろしくお願いしますという感じですね。さっき喋っておられましたけど、本当に大怪我なので。いや、本当に、ね、本当に会場来ていいのかっていうぐらい。当日来れるのかっていうね。はい。
あと、当日、ジェオンさんがね、ジンも、はい、スクラップ。ジン仕込んで、はい、うん、スクラップ2みたいな台で今ちょっとジンを仕込んでます。エッセイと映画表にエッセイを絡めたものと、あとはなんか、近くの近所のスーパーに貼られているクレームを取りためたやつっていうのを入れて、ちょっと持っていこうと思いますので、もしよければという感じです。よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、こんな感じで。そんな感じで。当日大丈夫ですか？僕も当日ライブやるんですけど、最近まあ、多いので、その日には新しいやつをやろうと思ってますんで、ぜひ、今、インターネットではね、いろんなものが見れると思いますけど、この日にしかできないものやってきますんで、ぜひ、会場に来てくださったり、配信でも2週間見れます。はい、配信も。はい、ぜひ、じゃあ、また、ということで、またちょっとできそうなら、うん、嵐撃退方法も分かったので、またツイッターの方で告知、X、もしくはマストドンの方で、告知させていただきますので、はい、この後にまたね、チケットの申し込みのフォームとか、告知しますので、ぜひ見てみてください。はい、ぜひぜひ。ということで、じゃあもう遅いので、皆さん、おやすみなさいですか。はい。おやすみなさい。ありがとうございました。はい、おやすみなさい。はい、失礼します。ありがとうございました。チャオチャオ。